どうも皆さんこんにちは、みつひろです。今日はね、ナディアンさんの島にやってきました。過去、ハエクリエイトでも紹介させてもらった方なんですけども、いよいよ島が完成したということで、もう、案内所周りがすでにね、この島の雰囲気に飲み込まれてるわけなんですけど、楽しみ。案内所前にね、道路があるので、そちらから表情へ行って早速見ていきましょう。忘れてました。先にマップ行きます。マップこんな感じでございます。すごいシンプル。このね、シンプルなマップが一番何が起こるか分かりませんからね、最後まで見たくなるでしょ。ということでね、このピンクのさ、花の横にピンクの住民がいるとなんかさ、シュールなんやな。さあ、やってまいりました。まるでテキサスのようなね、飛行場でございます。そしてこの、なんだろうな、複数の道がある中で、こう真ん中に一つこう、塊でね、装飾がなされてるっていう感じ、それがさらにね、景観を広げてくれてる感じがする。すごいこう、景観の流れを感じますよね。右と左への。さあ、どっちから行こうかな。左から行こうか。本当にちょっと砂漠島みたいなのも見たんですけど、ちょっとなんだろうな、砂漠違いっていうの？国違いですよね。これはどっちかというとテキサスみたいなウエスタン、まさに西部な街並みが似合うようなテイストになっております。いきなりね、家が来るわけだ。いいね、この板でいちいちさ、こう家の仕切りみたいな、庭が仕切られてる感じもまたぽいですよね。そしてここ奥行けるんや、こっちから行きたいけど、先じゃあちょっと見てみようか。このね、細かい装飾もこのカントリーっぽさを感じません？あえてカントリーと言いたい。うわ、めっちゃ可愛いんやけど。え、なにこれ？仕切り壁めっちゃ使い方うまくない？この仕切り壁を使うことによって、向こうにね、景観が広がってるように見せてくれてるんですね、これ。蓄光ウォールステッカーを使って窓枠にすると。うわ、これバチうまいな。さあ、そして上も系統は統一されている。本当におしゃれですね。うわぁ、全体的な統一感がね、本当に参考になりますね、これ。暖炉の使い方バカうまくね？何これ？うわ、ローパネル使って暖炉作ってるんだ、これ。すげえ。さあ、じゃあこのままね、左に抜けていきましょう。ところどころ埴輪がいるね。やる気ねえな、こいつ。バカやる気ないやん。なんか一枚一枚のこの映像を撮ってもさ、本当に今までのあつ森じゃないよね。やっぱりね、この追加された家具とかうまく活かしきってるからこその、このならではの風景っていうのが感じれるよね。まあ、アリ塚とかだけでもう十分見せれてたんだけど、こういうレトロな停留所とかサボテン1本あるだけでぐっと引き締まるから、よりこういった景観を作るにはね、新しい家具適してますよね。そして、家の周りがね、本当に可愛いんだよね。思わずこう、一枚眺めていたくなるような。テーマとしては素朴な方のね、景観なんだけど、あつ森のこの画面に収めてみると非常にね、満足感のある。色とかもね、本当に組み合わせが素敵ですね、これ。白紫だけじゃなくて、ちょっと黒をね、エッセンスとして入れてくる感じね。まずゆっくり歩きたくなりますね。この蝶がまたいい感じに飛んでるんだわ、花の周りを。そして花の数すごいですね。思ったより咲いてるわ。砂漠感も捨てることなく、ちょっとこう、自然豊かな感じにもなってるっていう、美味しいところ2度取ってる感じね。そしてこういうね、こう極狭クリエイトすごい好きなんですよ、これ。参考にしちゃおうかな、こういうの。めっちゃ良くない？こういう、西部な街並みをベースに前にちょっとクリエイトするだけで、こう雰囲気がね、出るような狭い場所のクリエイト。すごい好きです、こういうの。あとね、この前デザインの段差みたいなやつ、すごい上手い使い方が。さあ、そして奥抜けていきましょう。より渓谷感が増してきたね、山々しい感じになってきました。いやー、テーマは統一されてるんだけど、ほんと場所によってね、見せ方が違ってくるので飽きさせないのすごいよね。同じクリエイトするのってすごい難しいからね、統一して。さあ、こっちの渓谷も楽しそうですね。こんな感じの、うわ、ゴツゴツやね。こういうところをこうやって斜めで見るとよりね楽しめると。イエーイ。そしてヤシの木が生えてます。珍しい。これはまた刺激的な一本ですね。刺激的な一本。さあ、そしてここにも住民の家があると。さあ、そして奥行くとこっちはキャンプサイトとかもありますね。キャンプ場か、ここは。うわ、このさ見せ方めっちゃうまいね。このちょっとかすれた板がねめちゃくちゃいい味出してる。やばいなこれ。ぜひね真似したいですねこれは。いやー、水色のねストライプ使ってんのもねセンスいいですね。これは水色同盟組みたいところですね。海岸沿いにも家があるぞという感じになってるんですね。全然海岸を感じさせないようなねクリエイトになってるよね。一体感を感じますよね。この辺から景観を切るとなんとも贅沢ですねこれ。いや、うまいな。博物館の入り口の前にあえてこう遺跡のアーチをね設営するっていう。うわー、眺めれるねこれね。これなんだろう、マイデザインかな。なんか写真みたいなのが落ちてますね。チェキチェキってね。なるほど、渓谷の中の、一軒といった感じですね。ラブレターが落ちてますねこれ。モテるんでしょうねこの方。小狸どものお店がありまして、横にはエイブルシスターズと。わあ、この道沿いもいいっすね。ちょっと手前からも見ちゃおうか。いやー、こういうのいいですね。向こうのねやっぱ道って郊外は置いといてね、やっぱり田舎の片道何百キロとか何十キロのこう砂漠道ってのが結構あるから、それをこうイメージさせられるようなね道ですよねこういうの。いいね。うわ、道の奥めっちゃ贅沢なんやけど。砂漠の中の遊園地みたいな。ちょっと廃れちゃってる感じもしますねこれは。いやー、こういうのね本当に参考になるわ。こういうのをインスパイアされて俺はいつも国際マクリエイトとか作ってるんでね。さあ、ここはシーフードバーがありますね。板前さんが、板前じゃないな現地のねコックが一人焼いてくれるんでしょう、専属で。美味しそうですねムニエル。さあ、先ほどのね崖上から右にずれてきました。うわー、滝が見える。自然のうまく生かしてますね。近くで見るとより迫力がありますね。さあ、ちょっとね奥行き過ぎたので手前戻ってきたわけなんですけど、トラクターが置いてあったりとか、こちらも変わらず住民たちがね住みつつもまたこういった感じで。ああ、これ独特だねこれ建物。ちょうど建物クリエイト昨日紹介して好評だったんですけど、わあ、いいね。なんか信号がうまく組み合わさっちゃってるのすごくないですか。しかもこの信号のギミックめっちゃすごい。このさ建物めっちゃ好きなんだけど、なんかトロッコとか貨車のような感じ後ろに入ってるんですけど、ステーションって感じなんですかね。いやー、これめっちゃいいな。これも新たに建物クリエイトに加えたいな。ちょっと後ろ見ていこうかちゃんと。あー、結構キツキツに作ってるにもかかわらずすごい厚みのある建物になってるね。たった2マスですよ。縦2マスの横6マスでこれだけのものが作り上げられるって贅沢じゃない。さあ、これで案内所に戻ってくると。マジでまだ右あるんよ。で、この前のね道めっちゃ好きなんですよここ。これめっちゃいいなと思って見てた、さっき飛行場行く時の道だったんですけど、こんな感じで左には建物があったりしてチラ見えしてたりするんですよね。まあ、こんな感じで切ってもいいですし、さあ先ほどのね飛行場を右に行くとこんな感じの建物がまたね見えたりします。この方建物の使い方マジうまいね。たったこう2マスの縦のズンズンって乗せて右側にヒュンヒュンって屋根をつけるだけなのに、こう左右前後装飾がね非常に建物に沿った感じで作られてるのでめちゃくちゃ似合ってる。すごいよね。やっぱね周りの装飾大事なんだなっていうのを再認識させられますね。さあそしたらね、じゃあ右側行っちゃいましょうか。このままさあ景観に沿りながらまっすぐ進んでいこう。結構案内所と右側があれですね、狭めなんですね。もうすぐ砂浜って感じ。さあそしてここはさあこんなところで一休みしてまたさらにね奥行きましょうか。まあ、残すところ奥右奥って感じなんでしょうねきっと。左側はずんずん見てきたので、そうですねここに来て、じゃあラスト右奥を見てって感じで、さあ最後右奥にはですねこんな感じでのどかな農村地とまではいかないですけど、まあ、より外れのね住宅といった感じでさらに広がっているという感じでしたね。この岩場の使い方がすごいうまいですよね。この方ちゃんとね余さず使ってる感じ。座って、まあ、座れないんですけど座って見れますよと。非常にうまい。座布団の上にクッションを置くことによってのっぺりさせないっていう。ただクッションを置くんじゃない、座布団を置くんじゃなくて二重重ねっていう。しかも色味も合わせると。なんかところどころ細かい装飾が非常に参考になるね島だったんじゃないでしょうか。さあということでですね、今回はナディアンさん、まあ、若干読み方が違ったら失礼しました、の島にね遊びに来ました。さっきも言ったと思うんですけど、なんか細々したところのね装飾なんかがすごい参考になるなっていう方で、まあ、今後ね自分も極狭クリエイトとかやる際に多分参考にね、あこれあそこの参考にしてるななんてところが、まあ、きっとね知らず知らず出てくるんじゃないかと思います。はい、今回もとても素晴らしい島をね見させていただきました。是非ね高評価とともに、インスタとかでも多分共有すると思うのでね、ナディアンさんの方メンションしとくのでそちらも直接見に行ってみてはというところで、まあ、概要欄に一応全部載せております。それではね最後までご視聴ありがとうございました、きっとねこの動画クリスマスに、公開されると思うので、まあ、メリクリということでね皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はきっとね、25、6にスノボ行くので編集に追われてるはずです。頑張れ俺。はいということでですね、皆さんも良きクリスマスを。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。